食べてないから大丈夫だよ、安心しない。いや、な、何を不安がってんの。いや、そうじゃないけど。じゃあ、この腹減ったな。久々に行ったから、いろいろ見ちゃった。敷布団パッド安いなと思ってちょっと惜しかったけど、今日この雨で買うのはナンセンスだから。君ら健常者じゃないのに。ちょっと今季欲しかった系統の洋服安かったんで、これだ。間違ってもメンズのショップにも買わなくても。行きますか。うん、どっちに。こっちでも行ける。うん、大事にいると思う。お母さんがいるって言ってたから。僕がビビっちゃう。あ、海行っちゃうかな、やっぱ。位置的に。やっぱいいや。帰ろう。もう揃ったしな。簡単に打たんでいけると思うけど、道幅なんだ。ありがたいよね。うん、結構想定してたのこの辺。いやー、しかしマジ近くなったな。すぐやん。ゆりちゃん。チャリがあったらチャリでも楽に。うん。すごい筋肉のおじいちゃんだね。絶対チャリやってそうだよね。アイロンちょっと出せ。え、どれ？あのおじいちゃん？隣の車。どうしたの？GTRのマックスに頼んだ。BM つけてるの。え、 BM ついてるの。え、 GTR なんであのマークついてるの。 BM なのに、うん、あ、B、 どっち。いや、ただ BM だけど GTR のマークつけたし。なんで、うん、なんで多分ないと思うよ、あれ。あんのかな、俺は聞いたことないけど。ちょっと、ああいうのはわかんないけど、俺が知識不足だったら悪いけど、意図的につけてんのか、ちょっと申し訳ないけど、ダサいなっちゃう。よいしょ。いやー、コンビニシリーズの新しいのってクソだったんだけど、今度お互い従業員役なんだけど、うん、あのカードで支払うとき、うん、お客さんが時2人してなぞりこうやって見えないこんな変なポーズ取ってもクソなんだけど、で現金のお客さんのとき、現金でつって現金で来ちゃってしょうがない。あ、本当になくなったな。サラチになっちゃったね。まあ、長かったけどね。パチンコ屋はね、正直言うともう、あ、これもきついかもしれんが、アミューズメントみたいな感じで長く遊ぶ人がいいと思うよ。なんかこの時代その金じゃなくて
かつなんつうんだろう、演出を楽しませるとか、あっちの技術はすごいと思うから、それこそサブスクにしてやった方がいいと思うんだけど、逆に。でもやんねえか、なんだかんだで金でやってくる。そういう演出目当てで一回やりたいなってのはあるけど、食べないんだよね。っぽいデザイン、登山っぽいキャンプっぽいデザインのやつでさ、良さそうだから君に買ってさ、パンツも1枚買おうかなと思ったんだけどさ、素材が気に入らないからやめちゃった。ポリエステルの方がいいんだよね、個人的には。うん、落ち着いた、帰ろ。お麺とか入ってるとさ、すげえ毛つったらさ、この子ポップ、あ、そこ中だよ、下半身。来週も忘れない、忘れない、土曜か日曜どっちかだから駐車しに行こう。どっちでもいいよ。いや、4週連続でやんないと意味ないから、これ。うん、分かってるけど。ああ、でもなんか今日院長先生だったからな、君も一緒に来ればよかったかなとかちょっとだけ思ったけど、まあいい。いや、人多かったし。うん、結構多かった。駐車打った後って様子見るからちょっと違う話とかしてくれるじゃん、うん、その時の話が本当に、このやつ動物だけじゃないよな、見れそうだよ、人間も見れるんじゃねえのって思うような知識あるから、やっぱさすが先生だ、同じなんだと思うよ、まあ、同じだろうね、違う、多分ね、そういう会話できる人は根本的に頭いいんだよ、構造的には一緒だけど、うん、まあ、犬はやっぱりギブスとかが、ギブスじゃない、サポーターとかはつけれないから、うん、結局そのサプリメントとかそういうチップをやってる方もいますけど、で結局あれは気休めでしかないので、あれを飲んだことによって良くなるってことはもうないってはっきり言うところ。